ばんは。こんばんは。ちょっとね、今日遅めで少ししか配信はできないんですけど、明日も公演だしね。ね、今日寒い、めっちゃ寒い。寒いよね。本当にもう床から寒いからさ、ね、床から寒いからなんかあんまスリッパ好きじゃなかったんだけど、もう履かざるを得ない状態ぐらい寒いから。夜ご飯はこれからです。ちょっとうちの私の家は夜ご飯をあんまり早く食べる家庭ではなく。でもね、もう今日お風呂も入ったから、風呂も入りまして、ちょっといい感じに、そう、今日は絶対にメールをたくさん送りたいからって思って、昨日もお休みしか送ってないから書くことが分かんなくて、で今日は絶対なんかたくさん食いたいなって思ったから、そう、先に風呂に入りまして、先にお風呂に入りまして、でまあ気兼ねなくね。小太郎めっちゃ泣いてる。いるかな。めっちゃ聞こえたよね。あ、小太くんいないかな。小太郎いないみたいでした。ね、あんなの出たっけ。あ、コタロー来た。おお。初雪降ったって。なんかさ、めっちゃ前にさ、あの公園でさ、なんかもう初雪、北海道初雪降ったみたいな、11月の最初の方にね。小太郎おいで。おー、来た。あ、逃げるんかい。毎週北海道行くなんていいね。北海道よさげ。おいで、猫太郎。なんか猫ってやっぱ可愛いって言われるじゃないですか。そう、だからでも猫はさ、に人間の言葉通じないから、なんかやっぱりたくさんなんか自分に対して言われる言葉を自分の名前って認識するらしいんですけど、でもさ、名前の次に可愛いってさ言うからさ、小太郎ずらさんで、そう、名前の次に可愛いって言うと思うので、そう、たくさんなんかだからなんか自分の名前可愛いだと勘違いしている猫ちゃんがたくさんいるらしくて、ってなったらさ、もし猫同士集まったら、え、君の名前何？僕可愛いだよみたいな、え、私もなんだけど、僕なんだけどみたいな感じの会話とかするのかなとか
思って。どうなの小太郎、そこに関しては。なんで小太郎。でもさ、うちはさ、小太郎いろんな呼び方があるからさ。小太郎くんです。あ、ごめんね。あ、やめてください。今小太郎すごかった。あ、いたいたいた、ごめんごめんごめん。ちょっともう、じゃ退場のお時間。ありがとうね、小太郎さん。あ、じゃあね。明日はパズドラ。なんかさ、なんか1、2って公演があったから3はないじゃん。1、2って公演があったから1、2がめっちゃ土日なんのかなみたいな思ってたら、そう、まさかの1は金曜で2がん2がさ土曜でみたいな。そう、3はないから。ね、1,2 が土日だと思っちゃった。違うらしい。そう、3日間連続です。3日間じゃない、 3回。なんかてかね、これね、私思うんだけど、10日のパジョドラ、え、待って、これって出るって言ったっけ。10日のパジョドラでも公開された、されてるよね絶対。10日とか、そう出るけど、なんかその時にもうすんごく、あの久しぶりのポジションなんですね本当に。そう、すーくすーごく久しぶりのポジションなんで、本当にすー、もう知ってないも同然ぐらいの感じ。そうちょっとお楽しみに。そうだから最初ね、これ来るじゃないですか。でポジションが来るんですよ、ここのポジは誰誰みたいな。でいつも自分が出るポジションを見るじゃん。なんかいつもさ、なんかいつも出る自分のポジションのところを確認したら、なんかなくて、あ、私この日出ないんだって思って、あ、休みかってちょっと何しようかなとか思ってたら、そう、まさかのね。そう、でもみんなが、あの見たい方のユニットじゃない、多分みんなが予想してるユニットじゃないんだけど、じゃない方なんだけど、みんなが予想してるやつじゃなくない、もう一個の方なんだけど、そう、シンポジっていけない表現。いや、なんかさすがにそれはない、ない。なんかシンポジは、まあ、簡単に言うと、このまあなんか私がマネージャーさんにシンポジ覚えてですっていうか、マネージャーさんがここのポジ足りないのシンポジ覚えてって言われるパターンがあるじゃないですか。まあその二択で、でまあこの日出てって言われるか、自分から覚えたいですって言ってたら、なんかもう覚えましたみたいな感じで、もう覚えたからそこで出させてくださいとかもある。そう、どっちか、なんかじゃこの日お願いってなるパターンと、なんかなかなか、そう
やらなかったらもう自分から覚えたのでそこの場で出させてくださいみたいな感じ。そう、自分からこのユニットしたいからこのあのシンポジさせてくださいっていうのもできる。でもね、したことないユニットさ、やりたいからさ、パジドラか天使の尻尾もやりたいからちょっとね近々行ってみようかなと思いますね。水色のポジしようかな。あのユリナとかリノさんとかがよくしてるとこ、コッペとか最近は。ね、パチャドラも、まあ、なくなることはないと思うけど、いつなくなるかは分かんないから。10日のパジャドラ6期10人、すごっ。12人、4期生3人ってことは、4期生さんが3人ってことはもうね、4期生さん全員出てるってことは6期もほぼ全員じゃん。今年あと 1ヶ月だけ、そういうのも1ヶ月の次元に入っちゃったなって思いますよね。でもなんか入れ残したことは普通にもうちょっとなんか遊びたかったなって、友達となんか中3ラストじゃないですか、ラスト JC なんで。そうなんかラス LJC なんで、なんかそう、でもみんな今さ、みんなってか私もなんだけど受験生だからそう仕方ないけどね、ちょっと遊びたいなーとか思いまして。そうそうね、やっぱ高校ではあんまり思うようにはできなくなるかもしれないかもしれないしね。コンサートに私それどうしよう、考えたことなかったけど確かにさ、そういう可能性もあるよね。卒業式と、でも本当卒業式行かなかったさ、もし行かないって選択してしまったらさ、だからちょっと早めに言わないとね、この卒業式があるんでお願いします。冬休みも遊べないかな。でもなんかやっぱみんな塾があるからふふ最悪、来てなかったのに。最悪、汚いのに。でも意外とまだ大丈夫だったよね。見えちゃいけないものとかないし、別になんか個人情報が系は。あ、元気な人、じゃあ終わります。そろそろ終わろうと思います。
13位マークさんありがとうございます。12位ソラさんありがとうございます。11位ピッシュさんありがとうございます。10位ミルンクラゲさんありがとうございます。9位コンサラさんありがとうございます。8位サヤニャンさんありがとうございます。7位ただの魚さんありがとうございます。6位スティックさんありがとうございます。5位シンさんありがとうございます。4位もぎたてりんごさんありがとうございます。3位ポテチさんありがとうございます。2位グチョロッペアさんありがとうございます。1位あおいちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。